ここにアメリカ国立公文書館で発見された一本のフィルムがある。フィルムに映っていたのは空襲によって廃墟と化した八王子の町だった。私たちはこのフィルムをもとに当時を知る人たちの証言を記録することにした。終戦から1ヶ月が経った1945年9月15日。このフィルムが撮影されたのは現在の八王子市だ。当時、八王子は空襲によって辺り一面焼け野原だった。私たちはフィルムに記されていた名前から取材を進めた。撮影していたのはアメリカ陸軍通信隊に所属していたアレクサンダー・ジョン・マラシュク。彼は沖縄の地上戦、原爆投下後の広島、そして戦艦ミズーリ号での日本の降伏文書調印式などを撮影していたことが分かった。アメリカ国立公文書館でフィルムを発見した工藤陽三さんは、撮影の目的をこう語る。日本のその廃墟の跡だけじゃなくて、日本の文化みたいなものも査定して帰ると、そういう任務がきっとあったんだろうと思います、うん、やはり一つの戦後の出発点、そこが非常にきれいな映像で収められているということに価値があるんじゃないかなと私は思います。フィルムにはルインズというタイトルが付けられている。日本語で廃墟という意味だ。八王子は終戦直前の大規模な空襲によって廃墟となっていたのである。1945年8月2日未明、169機の B-29 が八王子を襲った。町の 80% が焼失、450人の犠牲者が出た。アメリカ軍の狙いは八王子の鉄道交通と軍需工場で働く労働者の住宅地を破壊することだった。空襲に先立つ2日前の7月31日、アメリカ軍は空襲を予告していた。空襲を予告するビラを八王子に撒いたのだ。数日のうちに裏面の都市のうち全部、もしくは若干の都市をアメリカ空軍は爆撃します。8月1日、アメリカ軍の B-29 がテニアン島から八王子に向けて出撃した。出撃した8月1日はアメリカ軍にとって重要な意味を持っていたことが戦後の調査で分かっている。8月1日っていうのはアメリカの陸軍航空軍の創立記念日だった。八王子空襲はその祝賀大爆撃だったんです。8月2日未明、B-29 が襲来。八王子は焼夷弾の雨にさらされた。当時教員として八王子市の第一国民学校に勤めていた渡辺さんは近くの山に避難した。で、もうその頃は飛行機がいっぱい頭上に来て、焼夷弾がどんどん落ちてましたから、もう小さいお子さん、そのお母さんを探すのにもう怖いのと、お母さんにはぐれたんでね、お母さんお母さんって叫んでいたんですけど、その小さいお子さんのお母さんを呼ぶ声だけが耳元に残ってね。空襲から2週間後、戦争は終わった。
終戦から1ヶ月後の1945年9月15日にこのフィルムは撮影された。撮影場所は八王子市八日町であることが分かった。フィルムが撮影された当時を知る人たちがいる。ああ、これはこの蔵がこのうちの蔵ですね。この蔵は塗料店を営む石井さんの蔵。蔵は現在も店の倉庫として利用されている。まあやっぱり一時は焼け出された人がここへ住み着いちゃってなかなか動いてくれなくてね、出て行ってもらうのに骨を折ったようなこともあるんですよ。まさかね、中に住んでるものを出てけってのはなかなか言えないことなんで。八日町交差点ではアメリカ軍のジープが走っていた。交差点の角にはジープを誘導するためにアメリカ兵がテントを張って常駐していたという。当時11歳だった橋本さんは毎日テントに通っていた。小学校に先生にアメリカの兵隊さんの顔を見ちゃいけないって言われた。今でいうチョコレートみたいなのかクッキーみたいなのとか、その人たちの食べるものをじっと見てていただいた。さらに私たちは一人の女性が登場する場面に注目した。この女性は近所の人たちから千代さんと呼ばれていたそうだ。取材を進めていくうちに彼女が撮影された時の様子が明らかになった。1945年9月15日午前10時ごろ、カメラマンアレクサンダー・ジョン・マラシクは千代さんのもとを通訳と共に訪れた。カメラを構えたマラシクは言った。笑ってください。千代さんはカメラに向かって微笑んだ。そして彼女はこの日のことをこう語ったという。スターになったみたい。撮影のお礼にマラシクはタバコを手渡していったという。廃墟の町で人々は懸命に生きようとしていた。これは可愛い顔してニコニコしてるでしょ。全然悲しそうな顔なんかしてないんですよ。学校がいよいよ始まって生徒が集まってきたのが9月の6日頃だったと思うんですけど、そしたらみんな割にニコニコしてやってきましてね、戦争が終わってよかったって、みんなそれで学校でみんなに会えてよかったって喜んでくれましたね。私も嬉しくて、子供たちに励まされて勤めを続けることができて、それが私にとっては本当に幸せだったと思います。この映像の中には微笑んでいる人たちも多く映っている。千代さんの笑顔は長い戦争がやっと終わったという安堵感と喜びの表れだったのかもしれない。